も軍もオルムスへの対応で手一杯の状況だ。ミズラヒ委員からの依頼では無理に扱うわけにもいかんからな。何、ここのところ暇してたしな。気分転換にちょうどいいさ。な。ですわ。非公式ですが、オルムスの艦隊も例のポイントに向かっているとの情報もあります。オルムスが必要としている何かがそこにあるのか。それとも我々にとっては未知のものであっても彼らにとっては基地のものかもしれん。どっちにしろ直接接触すれば何かわかるだろう。だよな。まったくお前は気楽でいいな。少しはこちらの身にもなってもらいたいもんだがな。まあその方がチビ様らしいですけどな。ことは高度に政治的な問題をはらんでいる。できれば俺も同行したいんだが、しばらくはフィフスエルサレムを離れるわけにはいかない。二人とも留守をよろしく頼む。あれが追い倒したら遠慮なく叱ってやってくれ。はいな。心得ております。どっちが気楽だよ。面倒なことは全部こっちに押し付けやがって。仕事が終わった後の始末書は全部あいつに回してやる。チビ様、ほんまはエルザだけで大丈夫なんか。うちらも行った方がええんとちゃうか。戦闘が目的じゃない。単なる調査ならエルザの方が小回りが効くからな。デュランダルは後方でのバックアップで十分だ。なーに、こっちには ES があるんだ。何の心配もいらねえよ。チビ様、無茶もいいですが、当該宙域周辺には大規模なグノーシス現象も確認されています。十分ご注意を。わかってる。そろそろポイントに着く頃だな。また連絡を入れる。